林武二という人がおりまして、学ぶということと題する本を書いています。学んだことの証はただ一つで、何かが変わることである。生き方が変わらなければ、キリストを本当に学んだことにはならない。以前ある方がこんな証をしてくださいました。現在89歳になられる女性の方、今も元気に一人暮らしをされていまして、老若男女たくさんの友達がおられる方なんですけれども、自分は洗礼を受けなければ全く違った人生だったとおっしゃられます。彼女は60歳で洗礼を受けられたんですけれども、洗礼を受けるまでは自分の殻に閉じこもって心を開かない、そういう人間だったとおっしゃられます。自分の運命や人を恨んで生きてきたと言います。けれども教会に来るようになり、いろんなことを語り合う中で自分が変わっていったと言います。聖書を通して、祈りを通して突っ張っていた自分というものが解きほぐされ、ありのままの自分でいられるようになったとおっしゃられました。昔のその彼女を知る人は、彼女が全く変わってしまったと言っているそうです。表情であったり、話し方、態度、何から何まで変わってしまったと驚かれているそうです。友人の方に、どうしてそんなに明るくなったのと聞かれると、神様のおかげと答えているのだそうです。私たちはですね、自分自身で努力していい人にならなくちゃ、良い行いをしなければいけないと肩肘張ってしまいそうになるんですけれども、努力して変わるというよりも、イエス・キリストとの出会いを通して心の底から新たにされ、新しい人になるんだとパウロは言っています。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。これらの生き方は、イエス・キリストが生きてくださって私たちに示してくださった生き方です。イエス様がそうしてくださったからこそ、私たちも同じようにすることができるのです。